たった今。ん？どっか行ってたのか、シュー。ああ、ちょっと京子ちゃんを手伝って職員室の冷蔵庫を掃除してた。お礼にシュークリームもらったんだけど、誰か食べない？ピク。ああ、俺はいいや。ちょうど弁当食い終わっちまったところだし。私はちょっと食べたいかも。舞子くん、それってどれくらいの大きさ？はい、これ某有名店のシュークリームです。あ、美味しそう。一条くんは本当にお腹いっぱい？私と半分こにしない？え、どうする。ありがたい申し出だけど、さすがに入らねえわ。そっか、じゃあ私一人で食べちゃうね。そうしてくれ。ルリちゃんはどう？お腹空いてない？一条くんと同じく昼食を平らげたばかりだからお腹はいっぱいよ。そっか、それじゃあ仕方ないね。小野寺、二人で食べよっか。何を言っているの。私にも一つよこしなさい。え？でも宮本、今お前お腹いっぱいって言ったけど、それが何か？いや、だからお腹いっぱいならもう食えねえんじゃねえのか。はあ、まったく分かってないわね。いい？女の子にとってはお菓子は別腹なの。これは常識だと思うのだけれど。はあ、確かによくそう聞くね。これは失敬。ほい、じゃあこれはルリちゃんに。どうも。早速いただくわ。はん、ごくり。あら、おいしい。これならもう一つくらい食べられそうね。人飲みかよ。うん、あの後ろ姿はルリちゃんだな。ちょっと驚かせてみよっかな。やめとけよお前。そんなことしたらいつものパターンでとんでもねえ報復を受けるだけだろ。楽よ、覚えておきたまえ。虎穴に入らずんば孤樹を得ず。危険を冒さずして得られるものなど何もないのだよ。ではいざ行かん。おい、わっ、いや、あ、ルリちゃんビクッとした。小動物みたいで可愛いな。あいつ小学生かよ。ふん、にゃー、目が目が。ちょうどいい機会だわ。とどめを刺しておきましょう。スタンガン？ラグ、助けてくれ。ああ、さすがにこれは。なあ宮本。何？今忙しいんだけど。ちょっと聞きたいんだけど、そのグッズは何かな。何って、見てわからない？痴漢撃退用よ。これがバール、こっちが鉄アレ、そしてこれが催涙スプレー。もちろん防犯ブザーも持ってるわよ。ちゃんと法律に触れない範囲のものだし、できるだけ使う気はないんだけど、何かあった時のためにね。そしてちょうど今が。てあら、舞子くんはどこ？あれどっかに行っちまったみたいだな。そう、じゃあ代わりに一条くんに。うわあ、それだけは。
冗談よ。怖え、お前が言うとシャリに聞こえねえんだって。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うやべ、寝る時間がなくなる。はいはい、起きますよ。よし、朝食の準備すっか。来たな、ラク。どうしたシュウ、わざわざこんなところに呼び出して。話ってなんだよ。実はどうしても頼みたいことがあるんだよ。お前を親友と見込んでね。いつになく真剣だな。借金の相談だとかそういうのは勘弁してくれよ。いや、もっと大切なことだよ。闇市の件だ。闇市？なんだそれ。闇市ってのは俺が主催する生写真販売マーケットのことさ。被写体はもちろん校内の美少女。日常生活の中で捉えた絶妙に恥ずかしいショットを秘密裏に販売しているってわけ。ああ、そういやお前、林間学校の時もそういう写真売ってたよな。まだやってたのかあれ。需要あるところに供給ありさ。これがまた結構な小遣い稼ぎになるんだぜ。せいぜい女子や先生にはバレねえようにやれよ。バレても俺は知らねえからな。おいおい、なに水臭いこと言ってんだよ親友。頼みってのは他でもないんだ。お前に俺の仕事を手伝ってほしいってことなんだよね。はあ、手伝いだ。そうそう、実はこれまでの闇市の業務の集大成として写真集を一冊編集しようと思ってるんだよね。完全保存版の校内美少女写真集さ。もちろんアングラ先輩で女子には極秘だけどね。アングラって嫌な予感しかしねえな。それ全力で関わりたくねえぞ。まあまあそう言うなってば。お前には被写体の子たちを説得するという超重要な任務をこなしてもらわねばならないんだから。はい？説得？なんで俺が。だってお前、美人にやたらと縁があるじゃん。俺の顔を立てると思って協力してくれよ。ったく。のほー、さすがラク。お前ならそう言ってくれると思ったぜ。言っとくが、あくまで撮影を頼むだけだからな。断られても知らねえし、それ以上の手伝いはしねえ。ああ、それでいい。恩に着るよ。じゃあ早速最初の写真を撮りに向かうとしようか。もう行くのかよ。当然だろ、時間は有限。昼休みだってもうすぐ終わっちゃうからね。へいへい、分かったよ。で、誰の写真を撮ろうって言うんだ。まずは、そうだな、小野寺から行ってみようか。お、小野寺？よりによって小野寺からかよ。ある意味一番声かけにくい相手じゃねえか。そうかな。お前の頼みなら小野寺は素直に聞いてくれそうな気がするけど。なバカな、根拠ねえこと言うなよ。いやいや、そんなことないって。俺にはわかるんだよ。まあ、ともかく楽、早速小野寺に撮影依頼をしてきてくれない？この猫耳をつけて被写体になってほしいって。猫耳？俺が小野寺に猫耳つけろって頼むの？だから最初に言ったじゃん。俺たちが作ろうとしてるのは女の子のドリームシチュエーションを記録した写真集だって。
クラスメートの猫耳姿なんてその最たるもんだろう。フェチ需要は結構あるんだぜ。つってもよ、こんな真っ昼間の学校で猫耳をつけてくれなんて頼むのは相当難易度高くねえか。しかも相手はあの小野寺だぞ。あいつに変態扱いされたら俺もう明日から学校来れねえじゃん。まあ気持ちはよくわかるぜ楽。でもリスクのないところにリターンはなしだ。小野寺の猫耳姿お前だって見たいだろ。え、それは。あの清楚な黒髪の上にピンと猫耳を立たせてさ、少し恥ずかしがりながら言うんだよ。上目遣いでさ、こんな格好見せるの一条くんだけにゃんだからって。な絶対見たいだろ小野寺の猫寺さん姿。ああ、実際には小野寺がそんな格好してるとこなんて見たことねえはずなのに、なぜかありありと想像できちまうから不思議だぜ。よし、じゃあ善は急げってことで、今からこの猫耳バンドを持って小野寺にアタック開始だ。でもな、さすがにそんなことで小野寺に声かけるのはハードル高いっつうか。おーい小野寺、ラクがちょっと話があるんだって。バカ勝手に声かけてんじゃねえよ。どうしたの一条くん。あれ、その手に持ってるヘアバンドは猫さんの耳？なんか可愛いね。あ、いやこれはだな、ほら、あとは任せたぜ。躊躇しないで行っちゃえよ。あー、もう知らねえからな。小野寺、頼む、何も言わずにこの猫耳をつけてくれ。で、写真のモデルになってほしいんだ。写真のモデル？それはちょっと恥ずかしいっていうか、急にどうして？いや、どうしてっつうか、さすがにアングラ写真集に載せるためとは言えねえな。それがさ、小野寺、なんか楽が小野寺の猫耳姿をどうしても見たい、永久保存しておきたいって言うからさ。ちょ、お前何って。でも嘘じゃないだろ、楽だって見たいよな猫寺さん。まあそりゃそうなんだ。それにしてもまた猫耳、私よくよく縁があるな。だったの小野寺、なんか猫耳に思い入れでもあるわけ？ううん、そうじゃないんだけど、これを見てるとちょっと恥ずかしい記憶がこみ上げるというか。すまねえ小野寺、別に無理にとは言うつもりはないんだが。いいよ。え？一条くんが見たいって言うならその耳つけるよ。写真撮っても別に構わないし。本当か小野寺。うん、少し恥ずかしいけど一条くんのお願いだもんね。友達としてはできる限り力にならなきゃ。おほー、話が早いじゃん小野寺。じゃあ早速これをつけて。ちょっとあなたたち何をしてるの？ルリちゃん。話が通じなさそうなやつが来た。何それ、猫耳？うん、これからこの耳つけて一条くんと舞子くんに写真撮ってもらうところだったんだよ。猫耳つけた小先の写真？あなたの仕業ね舞子くん。一体何を企んでるの？さすが鋭い。やだなルリちゃん、ラクが小野寺の猫耳姿を熱望してるみたいだから手伝おうとしてるだけだってば。
下心なんてないよ、マジで。本当かしら。そうだろ、ダくん、お前の口からもルリちゃんに説明してやってよ。なんで俺が女の子を説得するのはお前の役目だってさっき言っただろ。しっかり頼むぜ、ラカ。いや、ずりーぞお前。一条くん、彼の言ってることは本当なの？宮本の説得か。正直荷が重いが、小野寺にバレたらアウトだ。ここはごまかしきるしかねえ。本当に猫耳写真が欲しいの？そもそもなんで猫耳なの？一条くん、あなたそういうの好きだったかしら。何がいいのかしらね、猫耳って。人間がつけたら耳が4つになるのよ。おかしいと思うけど。本当に猫耳自体が好きならその理由も言えるはずよね。一条くん、あなたが猫耳を愛する理由を言ってみなさいよ。オーソドックスな理由ね。それは小先を愛らしい猫と思って可愛がりたいということかしら。まあその気持ちはわかるわね。小先はいじると可愛いもの。とりあえずなんとなくだけど、一条くんが猫耳好きなのはわかったわ。でもどうしても小先なの？その情熱はどこから来ているのかしら。端的に聞くわ、一条くん、あなたにとって猫耳って何なの？何それ。そこまで言い切るなんてよっぽどなのね。なるほどね。正直さっぱり理解はできないけど、一条くんの猫耳に対する強い思いだけは分かったわ。てっきり舞妓くんの下痢た陰謀にでも引きずられたのかと思ってたけど。ギク。ねえねえ、じゃあルリちゃんも一緒に猫耳つけて写真撮ろうよ。は？何言ってるのよ。私は別にそんな猫耳なんて。おお、いいじゃんいいじゃん。小野寺と一緒にルリちゃんも猫耳っちゃう？誰がそんなものつけるってのよ。小崎はともかく、私に似合うわけないじゃない。そんなことないよ。きっとルリちゃんも似合うってば。せっかくだからほら一緒に撮ろうね。こら小崎、何勝手に人の頭につけてるのよ。まあ、おお、いいね。じゃあ撮るからにっこり笑ってね。はい、チーズ。はい、オッケー。二人ともいい表情してたよ。写真できたら私にも見せてね、一条くん。ああ、もちろん。たく、なんで私まで。猫耳付きで写真撮られる羽目になるなんて、松代までの恥だわ、本当に。いやいや宮本、そうぼやいたもんでもねえって。お前の猫耳姿も結構似合ってたぞ。そんなお世辞を言っても何も出ないわよ、一条くん。別にお世辞なんかじゃねえよ。そうだよ、ルリちゃん本当に可愛かったよ。ちょっと小先まで何を言ってるの。変なこと言ってないで、授業の準備をするわよ。次の体育、女子は体育館なんだから。うん、そうだね。それじゃ一条くん、舞妓くん、また後でね。おう、ありがとな、二人とも。また写真のモデル頼むときはよろしく。
なんとか無事に撮影できたな。小野寺に変な目で見られることもなかったし、幸先いいスタートを切れたって感じだよな。よし、これからもっと際どい写真狙っちゃうぞ。そんなトントン拍子に行くとは思えねえけどな。だからそこはお前が頑張るところじゃん。頼むぜ交渉担当。人任せかよ、ったく。おっと、もうこんな時間か。明日も朝早いし、今日はこの辺にして寝るかな。おやすみなさいっと。ラク様、おはようございます。もうおはよう。突然ですけど、ちょっと心理テストをしませんか？ほんと随分突然だな。まあいいけど。ありがとうございます。では、あなたは丘の上にある白い家の前に立っています。白い家には大きな窓があり、中には幸せそうな夫婦と子供が二人います。さて、窓から見えるカーテンの色は何色でしょう？それ聞いて何がわかるんだ？いいですから、直感でお答えになってください。カーテン、カーテンか。丘の上で家は白いんだろ。色合いを考えると薄い緑とか。なるほどなるほど、わかりました。参考にいたしますね。え、あ、おで、意味するところは何なんだ？え、心理テストなんだろこれ。そうでしたわね。内緒です。なんだよそれ。